そんなすぐ来るわけないじゃん。ちゃったよ。何してんすか。うわすげえ、また読みたいなこら。いやいや、お前らおい、盗まれましたよ。サビキに合わせて、サビキのあのカゴに合わせてですよね。しかも、サビキ釣りでカゴ付きなのに、餌入れてないですかね。入れてないですよね、あそこね。バカですよね。寿司屋だから、これな。仕入れるとこ知ってんじゃねえかってよ。持ってくからよ。進んでるね。もう生じゃ。おじさん、俺が若い頃はおじさんなんて言われたことはねえんだ。お兄さん、はい。俺の食ってますかね、あれ。ちゃんとますかね、おい。おのおちゃんとますかね、言うやつやろ。ちょっとおい、お前捨ててねえよ、お前。捨ててねえよ、でけえの。ちょっと、でけえんちゃう。何してんの、あんたたちも。ウケんな、これな。兄さんは兄さんでね、とんでもない竿でね、遠投してるんですよ、この。6メーター竿。長すぎます。何なんすか。兄さん、しかもなんか、また違う竿出して、仕掛け作って。ね、面白いの見つけて、買ってきたんですよ。うわーみたいな。これに名前竿をつけます。なんていう釣り方かわかんないです。東北一番、目玉ブラクリ。それで誘いをかけてってことか、はい、ここに餌をやっぱつけるみたいな。なるほどちょっとこれで遊びながら、そうですね、探ってきた。なんか大物もね、かかるっていうことだったんで。そうっす。だから小物は今ちょっと、ね、あの二人の、そうですね、おじさんとおじさんと孫が、はい、上がってますんで。ええ、初孫だ、初孫なんすか。来たおじさん、来てんの。ほらおじさん、見ろこれ、お前。おじさん、また何すったの、これ。なんだこれ、またハゼ。ナイスフィッシング。ちょっと兄さんと僕の方はですね、大物狙いで行きたいなと思っておりますんで、ね、頑張っていきましょう。レッツドラゴンボーズ。元気ないんだ、みんな。決まってない。決まってないで。目が漏れたから。あのさ、こう、鈴からさ、順々にさ、ヒュン、ヒュン、ヒュンみたいな。いいっすか。いや、鈴、兄、アジョの順でね。あ、いいっすよ。はい、せーの。はい。オッケー。いや、いいわ、この絵面、いいわ。最高だわ。いるよ。さあ、魚。来た。あ、ついてる。何こいつ。何これ。メバル。メバル。そういえば、なんか昨日コタラーズって言ったのがいたんですよ。なんだそれ。なんかコタラーズっていう、なんかよくわかんない、なんか変なのが、なんかタラコ3人組がいたんですよ。まさか有名。あのコタラーズ。有名なんですか。こちらでは神と言われる存在だ。3匹いました。いや、なんかでも見た感じ大したことなかったですよ。俺は出荷されて3日目だとか、なんかそんなこと言ってましたよ。おめえ、あれ食べたろ、おめえ。永遠のエノツガ出会ったろ、おめえ。食わねかったろ、おめえ。すごくまずそうだったんで。バカめ、一口食べたら背筋が凍るぐらいうめえっつわれてた。背筋が凍るぐらいうまいんですか。あ、じゃああれ神様なんですね、ここら辺の。神様ってもおめえ名高いんだ、おめえ。名高いの。神様なんてまさにちっちゃいもんでね、おめえ。そうなんですね。七福神だ。七福神なの。七福神。じゃあと4人いるってこと。予算次第だ。予算次第だ。さあ、兄さんのスーパーエントがですね、くっそ重いっす。いいです。うおこれやり直しましょうか。あの竿やべえな。あの竿やばいっすよ。でもあのさ、本当ああいう風に使う竿じゃないんですよ。あれ磯竿ですか。そうなんです、磯竿ですから。あ、違うの。そうなんですよ。
ただそれをスーパーエントさせてるんです。スーパーエント、ええ、スーパー銭湯好きですかおじさん。マヨネーズいってる。マヨネーズいってます。スーパー銭湯とはおのぶろ覗いてでしょ。あさあスーパーエント行きましょう。さあスーパーエント行きましょう。おめえ好きだよな。おめえ張り込まなくていいってよな。おうわ今映ってました人。おめえプロか。おじさんの邪魔がちょちょ入りますから。これ寝ずれぐらい前に買ったのかな。出てみとんなわこうだな。ひでな。これ安いっすね。いくら6000ぐらいじゃないですか。どうだわ。6000ってのおめえ1ヶ月クロセッペよ。はい、アジョがめっちゃクソでけえ。まじっけえな。超でかいじゃん、このハゼ。どうぞ、サンドさん。おいしい。おいしい。ね、手のひらハゼ。手のひらハゼ。捕まえました。来た。ういい。ういい。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい。おいのみだ。あいなめでねえよ、これは。何なめ？ラブなべ。何言ってよ、さん。ラブなべ、おめえ。おめえ、なおめえ。たまだの、ラブなめだろ。ラブなめ。なあ、一気にワード東北弁で。最近ラブなめが、おめえ。もういや、じゃあそれはいいんだけど。ラブなめ。おじさん、やるね。おじさん。そうっすね。あじも、あにさんも。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。何かすごいの素晴らしいじゃないですか。なんか立派なんですよね。言いましたよ。うーわすげえ、さすがハゼ。もう食べられちゃうぐらいのハゼじゃないですか。なかなかいいセンスです。おじさんはすげえハゼ、ハゼ釣れました。なになにまたゲイリーですか。違います。あ、違うんだ、誤解で。いや、あ、誤解じゃなくて、イソメ、イソメちゃんで、うん、あの変なのつけてたやつです。はいってことはあったんすか。違います、頭に刺さってました。汗を健在健在。おじさん、おじさん負けてる。悔しくて悔しくて。なんで名前だ。玉かくな、玉玉かくな。お、アニさん新しい、そうですね、仕掛けでちょっとイソメをつけて、はい、ちょっと針を、はい、今仕掛けを一から作りました。なるほど、はい、すごいですね、それは。そうですね、さすがですね。一本針しよう。さすがプロ3や。これで、はい、ちょっとぶん投げて、はいはいはい、コーチプレイしてみようと思います。コーチプレイ、はい、ちょっとしばらくあのそのまま、はい、置かしてみて、してみようと思います。なるほど、じゃあ早速ちょっと君たち。タルフのまだ回ってますからね。え、回ってるの？回ってるよ全然。え、出荷？まだ。いや出荷なんて言ってませんよ。え、朝だろ出荷は。朝っすね。夜のはずねえよな。朝っす。俺は最短で3日だ。3日でどこに行ったんですか。埼玉。ちょっと待って、博多から埼玉行ったの？結構距離あるよ。博多から埼玉行くのに、うん、冷凍されたことねって言ってたけど、うん、生で3日かかって埼玉まで行ったの。クレームないもん。もうクレーム。冷凍されないことないんじゃないですか。あいつら出荷されたことないから間違いない。やばいっすか。なんかそんな甘くねえんだよ。冷凍とかしたら危ねえだろ。逆にコストかかんない。コスト何のコストかかんですか。コストコに聞いてみるわ。そのなんすよ。減らせよ早くした。下手出すんですか。はいはい。